はい、あゆめです。よろしくお願いいたします。それでは今回は叡王戦第5局に関しまして衝撃の事実が判明しましたんで速報していきたいと思います。130手目のところですね。伊藤匠七段が6九と左と指したところで、ここで概要欄のいわゆる載けてるんですが、アベマの9時間19分ぐらいのところをご覧いただきたいんですが、一瞬伊藤匠七段が有利からこの6九と左で藤井叡王が有利に傾きました。で、水匠も当初は藤井叡王が有利という評価値を、この6九とで一気に逆転して藤井叡王が有利になりましたという評価値を出していたんですが、実はこの6九と左じっくり考えさせていくと、なんと、後手が有利から優勢ぐらいに傾いていくという驚きの、評価値になっておりました。まあ、このそうですね、20秒とか30秒しか回さない段階だと5五桂と打って先手逆転というふうに出るんですが、実はこの5五桂の変化じっくり精査していくと、おそらく先手玉にその幻の長手数の積みなどの変化もありまして、それをコンピューターがこの時点では見落としていたという可能性が極めて高いというふうに個人的には考察しております。ということで早速5五桂の変化改めてやっていきたいと思います。これもちょっと私視聴者さんに教えていただいて、ここからじっくりコンピューターで精査していくと、後手良しになりますよというお話をしていただいて、最初私いや、アベマでも水晶でも先手良しって出てたし、そんなことはないんじゃないかと思ったんですけど、本当にじっくり精査していくと、紙一重後手玉がしのいでいたりとか、先手玉が奇跡的な詰み筋があったりとかで、本当に後手が優勢になっているということでびっくりしました。ということですね、当初まずコンピューター5五桂3三玉3四金で先手良しと言ってました。ただですね、2二玉2四歩に対して同歩だと確かに2、3歩などで寄り筋になるんですが、でここから8、9と同金、7、9とと寄るのが素晴らしい手順で、これであれば後手が勝ち筋となっておりました。一見すると、7、8、金、同となどで後手玉、非常に金1枚入って、しかも2、3歩成から攻められて非常に危うく見えるんですが、紙一重しのいでいる筋が多かったという状況でございます。例えばここから2三歩成、同金、同金、同玉、2四歩と追っていきます。これうっかり取ってしまうと3四金取って1三玉は2三金打ち、2五玉も3六金まで8一の間がぴったり効いて詰み筋になるんですが、これのあと3三玉も、そうですね、3三玉も8八金打ちなどで先手がかなり粘れそうなんですが、3二玉とかわされると紙一重足りなくなります。3二玉に対してパッと見4三金と打って詰み筋ありそうなんですが、同銀、同桂成、同玉、5五桂に、ここで3三玉と逃げるのが唯一の、しのぎでございます。でここでまた3四銀と3四金に分岐して、どちらもなかなかギリギリの変化になるんですが、3四銀の場合は、2四玉とかわして、で2五歩なら3五玉、これはちょっと完全に抜けてしまっている状況ですみません。なので、3四金が最善で、かなりギリギリなんですが、これも3二や4二に逃げてしまうと、4三桂成で詰むんですが、2二玉で紙一重詰みません。以下、2三歩成、3一玉、3二銀、4二玉、4三金と追って、5一玉と逃げて、そこで4一銀成と追っていくのが鋭い手で、これ、うっかり同玉は6三馬と引いて詰むんで、パッと見詰み筋にすら見えるんですが、そこで6一玉がギリギリの受けで、あと先手の持ち駒に桂1枚でもあれば詰むんですが、ギリギリ詰まず後手の勝ちが確定するということですね。本当にこの変化もものすごく際どいんですが、わずかに詰まないということが判明しました。伊藤七段1分将棋の中この辺りまで読み切っていたでしょうか。だとしたら本当に凄まじい読みですね。逆にそれぐらい読めないと藤井八冠の牙城は崩せなかったというところでしょうか。ということで、7九とと寄った時に他の手はないのかという話になっていきます。7九とに例えば7八金同とに対して、他の手ですね、3六馬と引くような手も一応コンピューター示していて、3六馬に対して何か8九金打ちとかで
先手に余計に駒を渡してしまうと後手玉がちょっと危なくなるんじゃないかということですね。例えば一例として8九金、同竜同と同玉3九飛車で馬を抜きに行く手があるんですが、まあ、一例としてそこで4九歩と打ちまして、でこれでまたうっかりこれ同飛上がるなるとしてしまうとですね、7八玉で先手が逃げ切りで勝ちそうというそういう恐ろしい変化ありました。例えばこれ3六飛車成なら2三歩成同金同金同玉に3四金と打ちまして、3二玉に4三金と打って、これで4一玉には4二歩ですね。ここに歩が効くのがとても大きいです。で5一玉なら5二金同玉6三銀と打ちまして、で6一玉に7三桂と打って、5一玉なら5二金7一玉なら8一金で詰むということですね。で4二玉も4三金と入りまして、どこにかわしてもまあ金打って逃げて金という要領で比較的簡単な詰み筋となっておりました。まあ、ということでこのそうですね、4二歩に対して、まあ、同銀と取る変化もまああるんですけど、これはまあうっかりこう3二金から銀欲張って取っていくと詰まなくなるんですけど、同金と取って同玉に5四桂と縛る手があります。これでそうですね、6二地点を封鎖するのが大きく、5一玉にはその6二に打っていきまして、4一玉に4二金で詰むということですね。5四桂に5三玉も6四金まで6二と4二に行けませんので、綺麗な一手詰めというふうになっております。まあ、この4二に歩が効くのが攻守で後手玉がギリギリ詰むことが分かりました。まあ、ということで一見するとこの3六まで戦でもいけそうに見えるんですが、実はですね、8九金同竜同と同玉3九飛車とさっき王手馬取りに打って4九歩の、中合いで巧みにしのいだかに見えるんですが、実はですねここ馬をもう見捨ててなんと4九こっちで取る手があったんですね。これがすごい手で、7九桂に対してここで3三歩と催促するのが絶妙の手順で、これでわずかに後手が勝っているという状況になっておりました。これも凄まじいしのぎですね。3六馬もすごいですし、3六馬に対してそうですね、3九飛車からあえてこの馬を取らずにこっちで取って、そしてその一歩を3三に使うという奇跡的な手順で、確かに金が入ると7八金から先手玉詰み筋になってしまいますし、かといってここで2三歩成以外の手はちょっとボロッと金取られて勝ち目が薄そうということで、一列として2三歩成同金同金同玉でまんまと金が手に入って、そこでまあ何かこう受けに回ったりするんですけど、まあ、8七桂打ちという妙手がありまして、同金なら7八金でよりほっといても7九竜からよりということで、これはちょっと一手一手の寄せになってしまう可能性が高く先手が負けるということですね。一見すると3六馬が妙手で先手が勝ちに見えるんですが、実はすごい切り返しがあって、先手が負けるということが分かりました。本当に凄まじい変化ですね。ということでこの7九と寄ったところが、まあさすがに伊藤七段もそうですね、やっぱり一風将棋だったんでここまで、精密かつ深く読めていたかどうかっていうのはちょっと分からない指運の世界もあると思うんですけど、まあ、それにしても本当にこの6九と左というのが実は素晴らしい着で、最短の勝ち筋だったということが判明したということをお伝えしておきたいと思います。いやー、それにしてもパッと見5五桂から危なく見えて藤井叡王が逆転負けしたかに見えたんですが、実はそんなことがなく、この6九と左が最善手で、ちなみにここ当初8八金の方がいいと言われてました。で同銀に6九と左と寄せていったらどうなのという話があったんですが、これはこれで今度こそ5五桂3三玉、3四金2二玉2四歩というのがなかなかうるさく、これはこれで結構ギリギリの展開だったようです。2四歩にもちろんこう同歩と取ってしまうと2三歩で寄り筋に入ってしまいそうですし、結構この8七の竜がしぶとくて先手玉詰みそうで全然詰まないっていう展開があります。でただ2四歩に対して、まあ、3三金と打つのが攻守で、これであれば、まあ、ギリギリ精査していくと本当にわずかですが後手に分がありそうな進行ではありましたが、6九と左の明快さにはちょっと及ばなかった可能性が高いということですね。
まあ、ということでこの6九と左が実は後手の明快な勝ち筋だったということが、まあ、明快というほどでもないですが、実はこの6九と左が精査していくと、その当初第一候補と言われていた8八金より6九と左の方が実は後手の評価値が高く最善手だったということが判明いたしました。いかがでしたでしょうか。本当に叡王戦第5局名局賞ほぼ間違いなしなんじゃないかと思われるぐらい素晴らしい勝負でしたが、最後の最後伊藤新叡王が AI 超えだったんじゃないかというそれぐらいすごい手を指していたことが判明いたしました。ちょっと昨日の速報の中では私、まあ、5五桂でその5五桂3三玉3四金2二玉2四歩に同歩の変化をちょっとお伝えさせていただいておりまして、まあ、2三歩で先手が勝ち筋ですよという話をしたんですが、この2四歩の瞬間に8九と同金7九ととしていたら、本当に先ほどお伝えしたように紙一重の変化が非常に多かったんですが、まあ、わずかに後手がどの変化もやれていたということが判明したということをお伝えさせていただきました。ちょっと昨日の動画見て信じてしまった方に対しては本当に申し訳ないなと思っております。検討不足をお詫びいたします。ということで、ここまでご視聴いただきまして本当にありがとうございました。それでは失礼いたします。